はい、どうも山猫です。レイン、第2チャプター2になりますね。前回の続きを再開していきたいと思います。コンティニュー。怪物に襲われてる少女をね、追いかけて少年は、街に出たんですけども、なんか変な鳴き声。来た、怪物だ。少女を追いかけてた怪物ですね。でけ。これいきなり追いかけられてますね。チャプターに雨と足音。うわー、なんだあいつ。立ち止まることはできなかった。その足音から、とりあえず逃げるしかない、逃げるしかない。こっちか。おおおお、意外と早い。逃げ込むのだった。その手が届かないところへ。オッケー。危ないな。なんなんでしょうね、あの巨人は。かな、どうやらあとは追ってこれないみたいですが、こっちはいけない。そこに小さな足跡を見つけた。お、少女の足跡かな。どこだ少女は。ん、いた。ん、なんだ、どうやら泥をかぶると姿が見えちゃうみたいですね。とりあえず登って。少女の叫び声、少年の呼びかける声。だが言葉は声にならず、どっかへ吸い込まれてしまう。声が出ないのか、この世界は。開ける、開けて大丈夫なのかな。目の前にワンちゃんがいますが、姿見えないから開けても大丈夫か。よし、これで合流ができました。あれ、ああそっか、こ姿見えないから分かんないのか。え、ワンちゃん入ってきちゃったよ。ワンちゃん入ってき、あ、行ってくれましたね。閉めましょう。じゃあ少女を追いかけなければ。少年は少女を救った。いないな、どっか行っちゃった。だがその姿は少女の目には映ってなかった。こっちでいいのかな。あ、どこだ。泥の水たまりを踏むと雨とは無関係に姿は浮かび上がった。足は、足元が泥に汚れてますね。わずかな水たまりで少年は透明な体を取り戻すと。なるほど、泥がついたら洗い流せると。ちょっとね、泥は避けていきましょう一応。姿、いやーと、雨、お、ワンちゃんいるね。身を隠しつつ、でこの上かな、こっち側から。少年は再び通りへと戻った。
だが当たり前のようにそこに人の気配はなかった。少女どこ行っちゃったんでしょうね。くぐるって。何か見つけた？おっと、巨人が来たよ。あ、なんか指差ししてるな。なんかすごい長い人差し指で。あれ、ダウジングみたいなもんかな。ちょっとこっち行きましょう。向こうにあいつがいるんで。いけない。あいつの後ろを追っていく形になるのか。あいつはまだ少年には気づいてない。気づいていない。泥は避けていかなければな。なんかダウジングしてますね、やっぱり指で。蓄音機回す。これ音鳴ったら来ちゃうよね。ああなるほどね、音でおびき寄せると。回す。来た来た来た。興味を持ってますね。ああ、ね、今のうちに。これはこっちか。逃げろ逃げろ。ああ、追いかけてきた追いかけてきた。あかーんあかーん。こっちか。わあ早い。ああ泥ついちゃった。逃げろ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 。思いっきりバレとる。逃げて逃げて。あー足だけ消えたけど体全体が。逃げて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 。ああよしよしよし。まだ上半身が、あいつはすぐには来られないよ。だった。まだ上半身に泥かぶってますね。あ、これかな。水に入る。これで洗い流せると。オッケーオッケーオッケー。水から出ると全身の泥は消えていた。おっと、なんだここは。そして教会へとたどり着いたのだ。教会に入るのかな？ですね。どういうとこ？なんかアイテムとかはないのかな？教会にはとりあえず入んなきゃいけないのかな？なんだろうな。なんか収集物みたいなないのかな？多分あると思うんだよな、こういうゲーム。特に何もないようだな。教会に入ってみますか。開ける。開いてましたけど。どうや、あ、少女がいる。待ってくれ。泣いてるのかな。確かにあの子がいた。待ってくれ。鍵がかけられてます。用心深いですねあの子は。どうやら屋根が、教会の屋根壊れてるみたいですね。こっちかな。閉めましょう。回り込めそうな道を、あ、セレクトでヒントが出るんだ。どこかに扉を開けるための鍵がありますと。オッケー。鍵を探せばいいのね。で、おっと、来たよ。こいつはダウジングマンと名付けましょうか。名前がわかんないんで。なんか指でね、探してるんで。とりあえず、あいつ入ってきたな。
オルガン鳴らす、今鳴らしていいのかな、ちょっと先に進んで様子を見て、あかん、来ちゃった、来ちゃったよ、どう、あかん、うん、あ、鍵が落ちてる、鍵を持ったまま部屋で売るのはあいつに見つかる、あ、ということは危ね危ね、オルガン鳴らして、あかん、見つかったね、今見つかった、危ね、オルガン鳴らして、何なんだあのダウジン、指で探してるけど姿見えないから意味ないのか、意味ないっていう、見つけれないのか、ダウジングの意味がなくない、見えないものを探すのがダウジングだと思うんだが、まあいい、よいしょ、で鍵を拾って、ん、鍵を拾って、よいしょ、あ、こっちが壊れたから、こっち側から今のうちに、よし、開けて、よし、ちょっと閉めよう、んー、少女はどこ行ったかな、あ、また外に出なきゃいけないのか、少女がいないな、見渡すとすでに少女の姿はなく教会の庭が広がっていた、庭の向こうには古びた工場が見えた、どうやら工場に向かったみたいですね、くぐる、チャプター2、雨と足音、エンド、はい、チャプター2、もう無事に終了しましたが、まだ少女と合流はできないですね、次回の動画でチャプター3を進めていきたいと思います。山猫でした。